こんにちは、ガードです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この、本染めの手ぬぐいがやっぱ特に多いですけども、一般的に我々が作ってお客様に販売している手ぬぐいっていうのはこういった本染めの手ぬぐいですね。古典柄でこれは、柄をつけた手ぬぐいになりますけども、きっちりとですね、折られたものですね。こんな感じです、裏表がですね、しっかりと染料が通ってるんですね。表面がこうで、裏面がこうとね、なっています。こんなものですね。で、こういった、手ぬぐいの無地のものが欲しいっていうことなんですね。無地のもので、お客さんはですね、柄物もいいでしょうけども、無地のが欲しいということで時々言われるんですけども、これの作り方が実は2種類あってですね、染料の中にズボッとつけて、一晩置いて作る方法、全く色がね全体に染まるわけですね、裏も表も。その方法が一つと、それプレアっていう方法なんですね。もう一つがあと中染という方法で、同じようにこの柄をつけるのと同じように、平たい台の上に置いて染料を注いで染めていくという、この2種類があります。で、どちらがどうということでもないんですけども、ムラが少なくきれいにできる、どちらもそのきれいにできてきます。私どもね、工場ではそんな変な下手なとこないんで、きっちりやるんですね。ですから、ただクレアで一晩ドンとその染料につけて、作る方法ではですね、やっぱり数をですね、たくさんやらないと、染料を溶かしてと、大きなね、ところに染料を溶かしておいて、そこにドンとつけるわけですから、ちょっとの数量でやるとすごく染料もたくさんいりますし、ロスが多いということで高くなっちゃうんで、やっぱそういう時には20枚とか50枚、100枚ぐらいでしたら、こう染料で、中染で作るというのが一般的になります。で、どんな色でもいいです。で、ズブでですね、全体に紺色にしたいとか、全部赤にしたいとか、そういった方の要望もありますし、以前なんかでしたら、反物で着物を作りたいということで、ちょっと柄を入れて作りたいとか言われる方もおられます。いずれにせよ、抽選ででも、そのクレアという方法ででもですね、ズブで全部その色を染めたような手ぬぐい本染めで作ることができますので、ぜひですね、そういったことをやりたいなということがおられましたら、ぜひ相談してみてください。